皆さんお疲れ様です。本日もスパロボ F 完結編の縛りプレイを始めていきます。前回のあらすじですが、オーラバトラーとティターンズと戦い、最後にヒーロ君を説得しました。ヒーロは縛り対象なのですが、今後のマップでヒーロが仲間にいるかいな以下で積みかねない箇所が出てくるので説得しました。そして今回ですが、ついにティターンズの大正義士ロッコの登場です。原作ファンとしてはカミーユとの特殊セリフを絶対聞きたいところですね。インターミッションですが、カミーユジェガンの HP を4からフル改造、シーブックジェガンを3からフル改造、これでジェガン部隊が現状のフルチューンになりました。2からフル改造、現状でもまだまだ余裕のあるアムロギナはやはりさすがです。今回は資金があまりないのでこのくらいです。てか、いよいよ改造するところがなくなってきて今後が非常に怖いです。今回はいつもよりジェガン部隊の活躍多めです。それではやっていきましょう。まずは先行部隊で議事堂を守るのが最優先です。その隊員はラバとジェガン部隊に任せます。今回は増援部隊に備えていきましょう。久しぶりに活躍のチャンスを作ったので、ジェガン部隊とダバには期待しましょうか。まずはダバだけを先行させてバスラン準備。抜けてきた敵をジェガン部隊で蜂の巣にしてやります。
おお、やはり侮れん火力です。いい感じで密集してきたので、一気にバスランやっちゃいます。欲を言えば、もうちょい並んで欲しかったなぁ。やってみる。さて、久しぶりのジェガン無双を見せてやりましょう。装甲はフル改造なんで多少の耐久力もあるはず。ここはケチらず魂でしたね。懲りずにクリティカル狙いで魂温存するとこれですよ。しかし火種がでかすぎる。とりあえず議事堂に迫った敵は撃破しましたが、ジェガン部隊の消耗が予想以上です。そろそろみんなにハイブリッドアーマーかなー。今回はしっかり射程外から狙い、切り払いを防ぎます。野山隊と挟み撃ちにされると面倒なんで、ネイムドたちはすぐに始末しましょう。来ましたね、白っ子。今回は顔見せですが、やり合う日が来るかと思うと怖いです。そして議事堂前は白っ子も接近してかなりの混戦になってきました。
り突破口はダバのバスランです。覚醒使って疑似2回行動。だいぶズタボロな3期ですが、なんとか乗り切りましたね。神ユニだけはもう、一仕事お願いをします。やっぱりエグい性能。ちなみに、ビームライフルが、2つあるってのが地味に怖い仕様ですね。そして本体ですが、野山隊との交戦です。ラムサスがいないの派なんでなのか、風でも引いたのかな？相変わらずうまい資金ですね。野山は幸運使って仕留めましょうか。モビルスーツ連中は本当に資金が貧相なんで、こういった金塊 MS はしっかり幸運使っていきたいですね。こっちも白っ子が強襲してきました。2回行動の白っ子に狙われるのはまずい。向かったな。
を近づけるな。ナイスエレ様、念のためにダバとジェバン数機に身代わりかけておきました。にしても火種がとんでもない。いずれは防御してても来そうなヌーベルダバ。登場、個人的にもかなり好きなキャラなので今後の運用がすごく楽しみです。ルンガラブ下のランです。お世辞にも強いとは言えないなぁ。あとは使う側に愛がどれだけあるかでしょうか。いけー、引きはせんよ。死にに来たか。当たるかよ。原作ファンとしては熱くなってしまう戦闘前の会話ですね。魂ビームライフルが全く効かなかったことはもう知りません。とりあえず、カミーユとの戦闘が終わったので、白っ子とジャマイカンは挑発かけて、本体のところまでおびき寄せます。少しはできるようだな。とどめを刺してやる。そこ！今回は早々に撤退してくれるので、ほんと助かります。でも近々戦うんだよな。残すところはジャマイカンだけ。グレイス、やっとレベル上げの機会が回ってきたよ。幸運と努力で仕留めよう。しっかし精神コマンド優秀だなぁ。なんだと。
が魂習得。これは楽しみだ。白っ子って黒女のかな？どうだったっけ？とりあえずそんな感じで今回もクリアです。次回はついに20世紀のハイパージャンヌダルクが登場です。本日の動画はここまでです。そしてありがたいことに登録者が1000人を超えました。視聴者の皆さん本当にありがとうございます。今後もマイペース更新になりますが、精進していきますので、どうかよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。